武田塾に入会金無料で1ヶ月通える夏だけ武田、今年もスタートしました。なんと今年は新コースと全国どこからでもお茶の水本校の講師に質問できる新サービスが登場します。詳細は概要欄から。武田塾チャンネル。皆さんこんにちは、武田塾教長中森です。武田塾幹部英語科課長の森田です。この動画をご覧の皆さんはグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。森田先生、はい、今回なんですけど英検の単語帳についてなんですが、はい、まあ、これまでだったら特にまあ準1級とか1級受ける人だったら、はい、まあ、割とパスタにやっとけっていう感じあったと思うんですけど、うん、はい、改訂版で結構役割が変わったじゃないですか。そうですね、実際あれそのまま使ってていいのか、うん、それとも今までと同じ役割を使いたかったらこっちの方がいいよみたいなのがあるのか、うん、はいはい、その辺ちょっと最新の英検向けの英単語どれがいいのって話をしたいなと思うんですけ ど、はいはい、まあ、2級準1級、うん、1級あたりですかね、はいはい、を聞きたいかなと思うんですけど。そうですね、まあ、はい、2級までだったら大学受験やってる人だったら、はい、まあ、アシスタントかターゲットでいけちゃう部分はだいぶあると思います。間違いないですね、はいはい、そこでどうしてもまあ2級のものをやりたいんだったらパスタンやってもいいですし、はい、世界一分かりやすいですね、うん、英検2級の単語帳があったりとか、はい、あとはジャパンタイムズとかでもですね、はい、デルジュンの単熟語っていうのが EX ってやつなんですけど、はい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 、出ていたりとか、あとはまあどうしても音で学びたいとかっていう人だったら、はい、聞く単のチャンツでやるやつとかっていうのがあったりしますね。載ってる単語とかって大体どれ使っても同じ感じなんですか？似てますね、やっぱり、はい、まあ、学研のランク順とかですね、いろんなのが本当に出てるんですけど、まあ比べてみてどういう覚え方でするのが自分に合ってるのかっていうのでやるっていうのが大事だと思いますね。単語帳は本当に載ってる単語は大体みんな被せてくるん で、覚え方ですよね。そうです、結構大事なのが、特にまあ英検の場合はどうしても4技能が関わってくるんで、はい、リスニングとかも必要になってきますもんね。そうですね、はい、なのでやっぱ音重視するとかですね、いろいろあると思うのでそこで変わってくると思いますね。まあ、先ほど言ってたその例えば2級だったら、まあ、特に大学受験する人だったら、まあ、シスタンターゲットに乗り切っちゃう人がほとんどだと思うので、はいはい、そうです。まあ、そうなるとやっぱ準1級と1級の単語帳何が使えばいいんだっていう話で、うん、どういうのを使っている人が多いみたいなのがあったりするんですか？まあ、パスタンを使っている人が圧倒的に多いんですけど、はい、改訂されていわゆるこの単語のレベルが下がったっていうので、はい、まあ、そのジャパンタイムズの EX ですねの方がまあレベルが高い状況に今まさになってるんじゃないかなと言われてて、うん、準1とか1級はそっちの方がっていうのもあったりしますが、自分自身はもし紙じゃなくてもいいんだったら、はいはいはい、データタンでやっとけばもう確実にあの語彙問題ですね、そうデータタンアプリでやれば語彙問題のものは解けるので、うん、もう過去問の常にアップデートされてるので、なるほど、難しい単語を覚えたいっていうのはそれがおすすめですね。で別に難しい単語じゃなくてとにかく浮かれる力が必要だっていうんだったらさまざまな単語帳でやっていくっていうのでいいと思いますね。結構森田先生割とデータタン結構押してるのをよくそうです、ね、お聞きするんですけども、データタンっていうのはどういうものか、ただ分からない人もいると思うので、はい、データタンっていうのはどういうものなんですか？データタンはですね、ちょっと iOS だけなのでまだ、はい、すいませんっていう感じなんですけど、ね、iPhone とか iPad でできるアプリで、はい、過去に出題された単語が全部加わっていくので膨大な量になってるっていう感じで、はい、難しい単語もたくさん載ってるっていうので、やっぱ準1とか1級だとすごい力を発揮するっていう感じですね。そこまでやるのって多分本当に満点狙いというか、そうそうそう、英語の講師とかがガチで点取りながらやるようなイメージって感じですかね。別にあそこの単語の問題が解けなくったって合格はできるので、なるほど、そこを重視しないのであれば他のもので全然 OK だと思いますし、あとはまあジャパンタイムズとかで多いのは出題形式でやるものとかもかなり多いですね。もう4択の問題形式にしてあるやつとかですね、はい、そういうのが出てたりもしますね、はい、まあ、確かにジャパンタイムズのシリーズはまあ技能ごととかであったりするんで結構対策はしやすいかなと思いますよね、はい、ぜひですねこれ使う予定だよみたいなのあったらコメント欄とかでも書いてもらえれば、まあ、今日の一冊とかでもね、そうですね、英検の本とかも紹介できればと思ってます、うん、あとはやっぱり語彙問題のためにやるのかそれとも全体のためにやるのかによっても全然違うっていうのはあると思いますね、はい、なるほど。大学受験の単語帳だけだと2級まではいけるんだけど準1級以降はきつくはなってくるんで、まあ、その時に、ね、どういう参考書を使うのか、参考になればと思います。はい、今回は以上です。武田塾公式 LINE の登録者を募集しています。登録者限定の動画やコンテンツも配布します。詳細は概要欄から。